ダブリン城ダブリン城はアイルランドのダブリンにある城、旧市街中心部のデームストリートにある。城のある場所は10世紀にバイキングの砦があった場所である。1170年にノルマン人により征服され、1204年から1230年にかけて拡張された。1226年に建てられたレコードタワーは今日までその当時の姿をそのままに止めている。 現在まで残っている建物は、ほとんどが18世紀から19世紀に建てられたものである。1922年までこの城には、イギリスの総督府が置かれていた。代表的な広間である、ステートアパートメントは、1680年から1830年にかけて作られたもので、今でも国の重要な式典の際に使用されている。例えば、大統領就任式。 ヨーロッパ議会の会議などで前回使用されたのは2004年である。かつての王の礼拝堂は18世紀のもので、1943年に三位一体教会の名でローマカトリックの教会になった。今日では文化センターのようなものとして使われている。2000年2月7日、ダブリン城敷地内にチェスタービーキ図書館が開館した。東洋美術及び 古文書を専門とする博物館である。ありがとうございます。